国立食育推進給食ステーションは2023年8月30日から国立市内の小学校8校、中学校3校に合計5000食以上の給食を提供しているよ。5000食?すごいたくさんの給食をここで作っているんだね。火を通す前の肉や魚、卵、野菜が通る場所を汚染区域、調理が終わった後の食材が通る場所を非汚染区域と呼んでいるよ。床の色が違うから分かりやすいね。ここは展示スペース。これまでの給食センターの歴史を学んだり、実際に使っている釜と同じものを見たり触ったりできるんだ。エプロンもそれぞれの作業で色分けをしていて、誰が何の作業を行っているかが分かるようになっているんだね。床、エプロンだけじゃなく、みんなが着ている作業服も場所によって分かれているよ。汚染区域が青、非汚染区域が白。いちいち着替えるのは大変だけど、とても大事なことなんだ。作業前の手洗いは大事。指と指の間もしっかり洗わないとね。このブラシで爪の間を洗うことができるんだ。わあ、なんだここ。中の人に風が当たってるよ。これはエアシャワー室だよ。調理室に入る前には上や横から風が出てくるこの部屋に必ず入るよ。ここで作業着についたホコリや髪の毛を吹き飛ばしているんだね。今日はみんなが大好きな夏野菜キーマカレーライスだよ。朝からズッキーニやナス、トマトなどの野菜が881キログラム、トラックに乗ってやってきたよ。881キログラム?そんなに重い野菜がたった1日で料理されるなんて信じられないよ。運ばれてきた野菜を包丁でそれぞれカットしていくよ。手を切らないように気をつけてね。調理する回転釜の数に合わせて野菜を分けて3回洗うよ。調理員さんが一個ずつこすり洗いして次の水槽に移しているね。ぷかぷか浮いて気持ちよさそうだな。今並んでいるのは国立食育推進給食ステーションが誇る栄養士さんたち。メニューを考えたり、食材を選んだり、食材を点検したりしているよ。みんなが元気に学校生活が送れるようメニューを考えるんだ。安心安全、美味しい食材を選んで給食を作っているよ。毎日が楽しい給食時間になるよう願ってます。だって。この機械を使って包丁で切った野菜をさらに細かくしていくよ。飛び散らないようにするガードもついてるね。みんなが食べやすい大きさにしていくよ。調理する回転釜は11機あるよ。夏野菜キーマカレーは香りが良くなるよう、ニンニク、生姜、セロリを先に入れて香り付けしているよ。うわぁ、とっても美味しそうだね。見ているだけでいい匂いがしてきそうだよ。カレーを混ぜているしゃもじも見たことないくらい大きいね。このしゃもじはスパテラって言うんだよ。栄養士さんが味見してる。ちゃんとできてたみたいだね。連続揚げ物機は1時間にコロッケ4000個を揚げることができるよ。そんなにたくさん食べられないよ。みんなで衣をつけているね。今日はハムカツを作っているみたい。こ
ここから余分な衣を捨てることができるんだ。出来上がったハムカツはベルトコンベヤーに乗って容器に入るよ。その後、調理員さんが手作業でクラスごとに人数分を取り分けるよ。こちらの部屋から隣の部屋へお米を吸い上げるよ。吸い上げられたお米は必要な量を測ってお水と一緒に炊飯釜に落ちていくよ。炊飯器は5000食を2時間で炊くことができるよ。ベルトコンベヤーで流れていってるね。見て見て、炊き上がったご飯がエレベーターで降りてきているよ。炊きたてのターメリックライス、お腹が空いてきちゃったな。炊き上がったご飯はアームで釜ごとひっくり返され、次の工程に送られるよ。あのぐるぐる回ってる機械でご飯をほぐしているよ。機械でほぐされたご飯は調理員さんが手作業で計量してクラスごとに分けられるよ。何か機械の中で作ってるけど、これは何だろう？これは熱と蒸気をコントロールして加熱調理を行うスチームコンベクションオーブンという機械だよ。今はケーキを調理しているみたいだね。ふわふわで美味しそう。ここはアレルギー食を調理する部屋だよ。卵と乳製品を除いて調理することで、アレルギーがあるお友達にも安心安全な給食を届けることができるんだ。一人一人の食事を分けて入れてるね。出来上がった給食は学校クラスごとのコンテナに分けられ、みんなの元に届くよ。ここまで来るといつも学校で見ている給食の形になったね。さあ、お腹を空かせて待っているみんなの元に出発進行。安全運転で行こうね。夕食が出来上がったよ。もうお腹ペコペコだよ。いただきます。さあ、食べ終わったら片付けの時間だよ。みんなが食べ終わった食器、食感を一気に洗っていこう。この洗浄機ではトレイや形の違う食器をそれぞれ分けて洗うことができるよ。洗い終わった食器をいちいち分ける必要がないので、5000食分の食器、食感を約2時間で洗うことができるんだ。に、2時間で？お家にあったら便利だね。こうやって毎日清潔に保つことで、安全で美味しい給食を届けることができるんだ。さあ、給食ができるまでを見てもらったけど、どうだったかな？面白かった。ここで働く人全員がみんなに美味しい給食を届けるために一生懸命働いているんだ。うんうん。これからも毎日安心して給食をたっくさん食べてね。はーい。ここまで見てくれてありがとう。ありがとう。国立食育推進給食ステーション、愛称カムカムキッチン。カムには食育の基本であるよく噛んで食事をする大切さを感じてほしい。カムには
誰でも気軽に来て楽しんでほしい、そんな願いを込めたキッチンです。みんなに身近に感じて親しんでもらえるキッチンを目指しています。